Bonjour, Online France Go Gakko, Ensemble en français coach のジョーゼフです。今日はとても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。フランス語を勉強するとき、動詞の活用を暗記しないといけないですね。では、私は暗記するフランス語ではどう言えばいいでしょうか。J'apprends par cœur.J'apprends par cœur. J'apprends par cœur. と言います。直訳すると、私は心で学びます。とっても面白い表現ですよね。フランス語の学習は大変ですが、頑張りましょう。では、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble nos lessons de au match stay mas. À très bientôt. Au revoir.